チャオ、あっちゃんです。今日、今日じゃないわ、2017年第1回あっちゃんに質問コーナーの、第17弾はいですね。はい、今回で終われるかな。はい、ということでね、ちょっとサクサクっといきたいと思ってます。今日、芸人キャットさんだからいきます。タイマー30分。そうですか。いや、そうですか、ちゃう。タイマー30分。タイマー30分ってそうですか言われてる。さらっと流すなよって感じだけどね。はい、ではちょっとテンション上げていきましょう。ちょっとね、腰が痛い。はい、ゲンジキャットさんのところ行きましょう。前世で悪いことをしたから、今世で辛いことが起きるわけですか。はい、虐待し、虐待死した子供も、ブラック企業で過労自殺に追い込まれた人たちも、前世のせいと言えますか。前世の、食材のため、黙って耐えろと、理不尽な、扱いを受けろと、早くあの世に行って、亡くなれば幸せと、あなたのその中途半端な宗教家気取りの知識は、加害者の罪のを面積したり、社会の問題意識を、薄めることになるだけで、被害者やそのご家族関係者の方々の心の傷を救うことを救うどころか、さらに深く、お面も感じわからへん、なんとか知れませんが、日航機墜落事故や福島の原発事故は、ガバナンスの、欠如や人的ミスが複合的に大きく関与した、人災でもあります。どちらも全容は未だに分かっていませんが、この世に起きるすべてのを神様のせいにし、前世の行いが悪かった自己責任にして思考停止するあなたの考え方そのものが不謹慎極まりない。はい、質問ではないですね。でも答えときましょう。ゲンジキャットさんね、真面目なのか硬いのか、世の中ね、被害者と加害者がおったとして、殺人事件、事故があって、加害者を恨む。もちろん恨む。うん。で、本人は恨むんじゃない。家族が恨む。でしょ？残された家族がやられたことに恨む。恨むことによってね、いいことなんて何もないの。うん、はっきり言って。で、震災であって、飛行機墜落事故であって、これが人的ミスであって、ちょっとね、次ね、質問くれてる虹色さんの質問に被っちゃうんだけど、あっちゃんちょっとね、いろいろある、都市伝説系の話にもある。だから変なこと言って、またこれも怒られんだけど、これもはあくまでもあっちゃんの、考え方であって、信じるか信じないかはあなた次第の都市伝説やんだけど、福島の、311大震災、ね、人工地震ちゃうのかっていう説もある。日航機の墜落事故も撃墜じゃないのかっていう説もある。これも、いろいろな勢力、いろいろなことを潰すために、とある裏組織が人的にやったテロじゃないのかっていう説もある。うん。確実にね、日航機の事故なんかでも、垂直尾翼が取れることはまずないと思う。飛行機の垂直尾翼なんか取れたって事故ないでしょ。撃墜でしょ、あれは。で、あっちゃん思う。うん。あくまでもこれは都市伝説ね。あっちゃんの頭の中で、いろんな情報から得た都市伝説です。信じるか信じないかはあなた次第です。って言うとかなあかんねん、これ。はい。そんなんがあって、結局、それでも誰がやったんやって。そいつを恨んだところで、亡くなった家族は帰ってこない。悲しむのは遺族だけ。だからそこで考え方一つ変え、あっちゃんもそう、ミキちゃん亡くなったことによって毎日やっぱ悲しんでる、苦しんでる。で、ミキちゃん、ね、もっと子供が大きくなるまで生きたかったと思うし、ね、母親の愛情を覚えてないヒカルと、母親の愛情をいっぱい受けたかった時期に、弟をね、優先した量。だってみんなが苦しんで悲しい目してきたっていうのが人の視野ね。でも、だからって被害者意識でね、いつまでも何を恨むか、何を許されへんかって言ってたところで前向いていかへんのよ。あっちゃんもそうよ。
みきちゃんの死からね、前向いてなんか歩かれへんよ。でも、そうとでも思わへんかったら、この世生きていかれへん。そんなもんね、はっきり言っとくけど、この世に、あっちゃんいつも言ってる、神様が見てるよ。ね。神様の魂でいる。そんなもんはっきり言って、前にも言ったと思う。あっちゃんが宗教信じひんのは、あんなもん神さんとか仏さんとかが考えたんちゃうって、この世の人間が勝手に考えたもんやからって、あっちゃん言ってるでしょ。で、あっちゃん言ってることは、はっきり言って、前言っとったこと全然ちゃうやんけって言われるかからんと、それでいいね。あっちゃんの考え方やね。そうでも知らないかったら、心が壊れんねん。だから、ね。加害者を別に擁護してるわけでも、加害者を肯定してるわけでも何でもない。うん。加害者も別やって思ってんねん。加害者っていうのは自分で自分で罪償えやって。自分が悪いことしてんから自分で償ったらいい。ね。刑務所行こうが、社会的地位がなくなろうが、ね。その、殺した相手の霊に悩まされようが、うん。ね。それが加害者の償い。被害者は何をするか。加害者を一生恨んだところで何が返ってくんの？大切な人返ってけへんでしょ。源氏キャットさんは、当事者かな？もしかしたら、そういうね、犯罪とか、事故とかで大切な人を失った人かもわからへん。あっちゃんも、そういうね、ことで、まあね、事故とかじゃない、病気やけども、大切なミキちゃんを失ったわけ。で、そこでね、一歩でも前踏み出すために何を考えるかって言ったらね、何を恨む？あっちゃんは医療ミスした病院恨む？初めて言ったけどね。ね、医療ミスした病院恨んだところで、結婚したすぐにね、子宮筋腫持ってたミキちゃんのね、検診したらへんかった自分を恨む？自分の体をちゃんといたわらへんかったミキちゃんを恨む？子育てがね、忙しかって子供のためって子供優先にしてて自分の命守らへんかったミキちゃんを恨む？ね、自分の体より体が弱かった子供ね、子供の病院とかそんなんばっかり優先してたミキちゃん、寮も小さい頃はね、入院したりいろいろしてた。だからそっちにばっかりかまけてたから自分の体はいたわれへんかった。子供でも恨む？したところでしゃないのよ。今それ受け入れるしかない。受け入れるためにはどうしたらええか言うたら、神様のせいにするしかないでしょ。この前確かにね、神様の番はちょっと言い過ぎたところもあるけども、でもそれぐらいに思っとかんの、神様の番じゃない。人的番かもわからへん。ものは言い出したらきりない。はっきり言って今もこう日光議事故とね、福島のこと書いてあるけども、福島も神戸も熊本も人口地震じゃないのかなって言われてる。うん。あっちゃんもそうじゃないのかなと思う。はっきり言って。で、ね、またこれまた次の話になるから、次の話でまたいろいろ話したいんで、ちょっといろいろこの先っちょは今回話せへんけども、うん。だから前世の行いが良いか悪いかで、今の魂のなんか上がってくる。これも、神主さんに聞いた話やね。うんね。これミキちゃんに聞いた話や。前世の行いが悪いから、今世は、修行の場で長生きして修行者になる。前世、いい行いしてる人は、今世は、あっちゅう間に、赤ちゃんで、お母さんのお腹の中にいてる段階で流れちゃう子なんかは、すごく魂レベルが高いから、一回生まれてくるっていう、ね、けど、生まれたらすぐにも帰ってこれるっていう魂レベルの人もいてるって言われてんね。うん。だからそういう考え方をすると、この世で、ね、長生きするも、短命であるも、ね、自分の前世のことやから、来世幸せになれるんだよって思って生きられる。うん。だから来世につなげられるって思ったら、この世で生きることって苦痛じゃない。この世って、命って何するためにあると思う？あっちゃんは死ぬためにあると思ってんねん。死に近づくため。毎日何してるかって。毎日何するかって。お仕事する。楽しいことする。美味しいもの食べる。恋愛する。
喧嘩するしても結局戦勝っても生きられるやん。でも絶対しゃんなあかんことって何よ。死ぬことでしょ。それ以外ないでしょ。病気せえへん人はせえへん、怪我せえへん人はせえへん、ね、金持ちにならへん人はならへん、貧乏にならへん人はならへんでしょ。恋愛せえへん人はせえへんし、する人はする、ね、何十人とも恋愛する人もおったら一人ともせえへん人もいてるでしょ。でも何言っても全員、ね、全世界全人類っていうか全生き物に共通して訪れるものって死しかないのよ。生まれることと死ぬことしかないね。そうなったら死ぬことって怖いことでも何でもないし、死ぬことが辛いことでも何でもない。ただ目の前の人が消えて残された人が辛いだけやねでしょ。だからそこで目の前から消えた人をね、いつも心の中に思いとどまされる、思いとどまされて幸せにこの世の中生きて自分の死を全うするためにどう思うかやったら修行の場やって思うしかないじゃん。まあちょっとはでも楽に生きられるやん。これがさ、自分のせいで亡くなったら、自分のミスで亡くなったら、一生自分のこと恨まんな。でしょ。で、自分じゃなく誰かにね、殺されたりとか、ね、人的ミスで亡くなったりとか、過労死とか。ってなってきた時に誰を恨むよ。その人恨んで何になるよ。死んでいった人、ね、加害者のことを恨んで、ね、自分の親とか兄弟とか子供が、ね、亡くなった人がね、その人たちが自分を殺した人を恨んで生きてることを幸せやと思ってくれると思う。あっちゃんも思え。だからそうとでも考えて、ね、死を受け入れるのが残された遺族が楽に生きる方法じゃないのかなってあっちゃんも思います。はい。また何か賛否両論あれば、うん、言ってくれてもいいけど、これはあっちゃんの考え方なんです。はい。では次行きましょう。虹色さん。以前動画でエボラ出血熱は人口を減らすために国が作った核兵器だと、断言されてましたが、それが事実ですか？仕事柄事実なら大変なことだと思い質問させていただきました。これね、あっちゃんあの時言ってたと思うんだけど、あくまでも都市伝説です、信じるか信じないかはあなた次第ですって言ったはずです、ね、笑顔で、うん、なんでかって言ったらね、エボラ出血熱って核兵器じゃなく生物兵器って言われてんねんね。で、ウイルス兵器、バイオハザードですね。はい。で、地球上の人口が増えすぎてんねんね、正直ね。このままいくと、食物連鎖が崩れる。で、人口をもうちょっと減らさんとね、ダメな時代も来てるんね。それを減らすには戦争を起こしたり、核兵器を落としたりとか、あとエボラ出血熱みたいに、ああいうウイルス兵器を撒いたりして人口を減らすっていう都市伝説があるの。うん。あっちゃん、それも、あっちゃんは、うん、そういう話は、ある意味は、ああ、そうかもわからんねって思う。人口地震もそう。さっきのね、現役キャットさんのことにちらっと言ったけど、それとかね、あとなんだ、この前のパリのテロ、飛行機のウクライナの撃墜事故、あんなんすべてね、いろんな裏の力働いてやってるんやと思う。うん、っていうのもね、表だってそうです。真実です。真実かどうか知らん。真実はやった人、関わった人しか知らない。はい。だからね、うん、それは都市伝説です。うん、本屋さん、コンビニの本コーナーのとこ行ったらね、これぐらいの単行本で、都市伝説っていうのが売ってるから、よかったら読んでみてください。ネットでも都市伝説でググったらいろんなの出てきます。うん、いろんな考え方がある。だからね、どこ置いたな。あ、向こうも出たか。こんなんで、真面目に考えたらダメです、こんなものは。うん。世の中ね、真実なんてないのよ。ないことない。真実は一つやねんけど、うん。その真実じゃないことがまかり通るわけよ。うん。だから、ね、なんていうのかな。バブルにしても、バブル崩壊にしても全て作られたものやしね。うん。だから、テロもね、言ってみたら、
911のアメリカのなんだ、ワールドトレーニングセンターの飛行機突っ込み、あれも結局、アメリカの自作自演って言われてるでしょ。うん、いろいろ調べていくとね、怖いことがいっぱいある。もっともっと昔の話になってきたらね、なんだ、織田信長は本能寺で殺されてなかったっていう説もあるしね。で、織田信長が、なんだ、極悪非道な、武将やってて嘘らしいね。あれは、その後、猿、豊臣秀吉が作り上げた物語。自分がね、上に立った時に作り上げた。その、ね、豊臣秀吉が、次また、徳川に代わって徳川が作り上げた。結局嘘で嘘で書いてきた。昔話なんて嘘なんかなんぼでも書けるやん。次武将になる、まあ、勝てば官軍って言うけど、勝ったもんが好きにね、捏造できるわけよ。うん、だからね、その辺で徳川家康ってなんか温厚で、泣かぬなら泣くまで待とうほととぎす、嘘らしいよ。あんな言葉の誰も言ってないらしいし、あれは完全に嘘。徳川家康は極悪非道な人やったらしい。逆に、織田信長はすごくね、人望が厚くて、いい武将やったっていう説も出てんねんね。うん、それがなんか、昔の手紙とか出てて、うん、分かってきたとか、そのあたりね。あと、伊勢神宮の式、なんだ、伊勢神宮のなんとか、なんだよね、20年に1回建て替えするやつ。今年、去年か、建て替えたね。あれも昔からやってないらしい。ね、言い出すともう、この都市伝説だけでね、何本も動画撮れるぐらいいろんな都市伝説だね。でも、これすべて、信じるか信じないかはあなた次第です。気になって、リクエストがあればまた、リクエスト何回かあってんけどね、なかなかできてないねんけど、ちょっと怖いねん、都市伝説。都市伝説はっきり言ってね、信じるか信じないかはあなた次第ですって言っとってもね、ほんまのことを言ってしもたらね、裏の勢力に潰される場合があるのよ。はっきり言ってチャンネルなんてバンされる可能性なんて大いにある。裏の力はいろんなところで働いてるからね。そこまでだからあっちゃんに影響力がないからやけど、関なんとかって芸人さんいてるやん。都市伝説のテレ東でやってるね。あの人もはっきり言って芸能界干されたみたいになってるでしょ。ほぼ真実に近いとこまで突っ込みすぎたらああなっちゃうかもわかんない。まだ残ってるけどね。あとベンジャミン・フルフォードとかね、そういう人らが都市伝説やってるけどね、あんまりやりすぎるとね怖い。だってさ、ヘベレケ議員おったでしょ、中川なんとか、確実殺されてるでしょ、殺されてるでしょあれああなっちゃうからさ、うん、だから都市伝説もあんまり表だっていうのもねあれけども、あっちゃんは都市伝説はあくまでもあっちゃんがそうかなと思った面白い話で、信じるか信じないかはあなた次第ですってさ、ここで断っとかなね、危ないんで、はい、まあね、面白い話なんでね。だから別にさ、言論の自由があって、ないけどね。言論の自由があって、好きかっていう、のもいいと思うのよ。うん、でも、それがね、言ってみたら、雑誌社が言論統制するわけ。これ以上言っちゃダメだよとか、うん、テレビでも、倫理委員会とかでこれ以上言っちゃダメだよとか、で、統制するわけ。で、言ってみたら、こっち派こっち派って分かれてんのに、こっち派の人にこっち優先の言葉言ったら、テレビ局にしてもね、雑誌にしてもダメでしょね。そういう派閥もあったりで言論統制される。だからあんまり好きかっていうとバンされちゃったりとかね、その裏の勢力に何されるか分からへんから、言い過ぎんのも危険やからねっていうのもあって、で、真実かどうかっていうのはね、自分の目で見て判断してください。真実はどこにあるかっていうのはね、自分の目だけやと思う。だから虹色さんも仕事柄事実ならとか断言はしてないね、もちろんね。で、もしね、虹色さんが仕事柄これがどうかって言ったら、自分でもっと調べてみてください。うん、裏の世界、裏の話いろいろあるからね。エボラ出血熱、エボラ出血熱で、何やろ、人口削減とか、そんなんでググったらね、出てくると思う。まあ、いろいろググり方あるんで、そんな感じでググってみてください。いろんな説が出てきます。それを読んだ上で、自分でどれが真実か見極めてみてください。はい。
面白いですよ。都市伝説。やっちゃん大好き。うん。ということで、次行きましょう。ミナピーさん、初めて質問です。あ、ミナピー47さん。はい。神様ドーンの質問があり、回答しているあなたを見て思います。YouTube というツールを使い発言していますよね。カメラの向こうには多数の人が見ていますよね。あなたの神様ドーンの言葉だけが一人歩きしているんですよ。質問があり、回答をして初めてあなたの真意がわかるんですよ。わからない真意なんて聞いてみないと、神様ドーンの話だけ聞けばそりゃ不謹慎です。だから安易な発言は控えた方が、見ている方もあなたも嫌な思いをしなくて済むんじゃないんですか。神様ドーンだけじゃなく、そういう軽はずみな発言が少し多いから誤解を招きやすいんじゃないんですか。いろいろな考え方の人が見ているわけですから。あと、大切な方を亡くされた方はあなただけじゃなく大勢いらっしゃいます。大抵の方は乗り越え、日常を取り戻していらっしゃいます。あなたの言う真面目に働いて財産を残そうと頑張って いたはります。それは素晴らしいことやと思います。それを糧に頑張って働いている方がほとんどじゃないんでしょうか。不真面目に考えないと生きていけないなんて少し違うと思います。これね、ミナピーさんが書いてくれてる通り、どこだ、いろいろな考え方の人が見てるからね。考え方なんか十人十色、人それぞれなんね。あっちゃんはそう考えへんかった、生きていかれへんからそう考えただけで、聞かれたから答えただけ、質問されて答えた、その答えに対して何のために質問してるかって言ったら、あっちゃんの考え方を聞きたいから質問してるんでしょ。じゃあ、あっちゃんの考え方が違うって否定するのは質問コーナーの思考から離れてる。質問しといてさ、それの答えに対してさ、違うって言われたかって、それやったら自分の考え方でええやんけ、質問すんなよって話になるでしょ。だから、あっちゃんは何のために質問コーナーを設けてるか言ったら、あっちゃんの思考を聞かれたから、あっちゃんの思考を答えてるだけ。うん、それに対しての意見はいりません。だから、これも質問じゃないけど、一応まあ答えとくけども、で、もしこれが質問、最初に質問しますって書いてあるけど、どこにも質問はないねんね。うん、あっちゃんに、ミナピーさんの考え方を押し付けられただけのことやからね。で、この答えはさっき現地キャットさんで答えたことと被ってるんで、現地キャットさんのところまでもう一度巻き戻して聞いてみてください。うん、そういうことです。うん、だからね、真面目に働いて財産残そうとして頑張ってるっていうのはその人の考え方。あっちゃんはおちゃらけて残りの人生楽しみはそれでいいやと思ってか生きてるかもわかんない。子供に財産残すんじゃなく、子供は自分で財産を築けばいいって思ってる。それは人それぞれです。うん、で、都市伝説を信じるのも人それぞれ。さっきの虹色さんみたいにね、真面目に、それが真実かどうのこうのっていう人もいりゃ、あっちゃんみたいに、ああ、そういう説面白いよねって、それで人に話すっていうのも、それも人それぞれ。でも、それを真面目に受け取って、真実なら私が仕事から、みたいな人もいてる。それも人それぞれ。だから、どれもあっちゃんは否定しません。うん、だから、あっちゃんに、アドバイスを求めてくれる人には、あっちゃんの考え方をお話しします。で、あっちゃんは、その人にお話しして、違うって言われたら、それやったら違うこと自分ですればいいじゃん。あっちゃんはそれは聞いても仕方ないことやからね。うん。だから、こういうのは質問じゃないんでね。うん。質問っていうことを分かった上で質問してください。はい。次、ポップポップさん。おみよし、あっちゃん、ちゃう、ちゃう、おみよし、ちゃうっちゅうね。魂レベルはどうしたら上がるの？前世で悪いことをしていると、現世では短命なの？よくわからないから、わかりやすく教えて。はい、まず質問間違えてます。前世で悪いことをしていると、現世では短命じゃなく、前世で悪いことをしていると、現世では長命なんね。うん。これもあっちゃんの考え方ね。うん。魂レベルをどうしたら上げられるか。まず人を攻撃しない。悪口を言わない。人のひどいことを言わない。で、人に施す、人のためになる、ね、それが修行で、修行っていうのはね、お釈迦様、ブッダも言ってる通り、苦しいことを延々とする、滝行とか針行とか断食とか、あんなもん何の修行でもないっていうね。うん、修行っていうのは、周りのみんながなんていうのかな、喜んでくれることが修行や。だから、苦しいことを延々と続ける修行に何の意味もないって、ブッダ、ね、お釈迦様がね、名言を残している通り、うん、あっちゃんもそう思う。だから、魂のレベルを上げる修行って何か。その修行は苦しいのが修行じゃない。苦しいことを神様が修行として与えているから、その苦しい修行を楽しく乗り越えることが魂レベルを上げる修行やってあっちゃんも。だから、あっちゃんはいじめられたり、苦しいことがあったり、嫌なことがあったり、事故したり、怪我したり、病気になったり、
男で生まれてったのに女の心でね、苦しめられる生活を強いられたり、それを受け入れてね、くれないっていうことに強いられたり、いろいろある。でもそれを、だからなんなんて、それをまともに受け入れて、いや、苦しい、自分はこんな被害者なんだ、なんて言ってたら苦しいだけ。だから、せっかくね、男の体に生まれてきて、女の心を持ってんやったら、男の体も使え。男の趣味を知ればいい。ね。男として生きればいい。でも女としての心で生きたい。両方楽しめればいいじゃん。だからもうね、今まで、まあ苦しみながら、ね、苦痛で、ねじ曲がってた時にね、男として生きてた頃、同じ男としてバイク与えられて男として生きんやったら、そっちの世界楽しみはいいやんと思ってバイク乗ってた。まあその大好きなバイクで事故した。で事故して苦しいんだ。苦しいんだけども、結局、ね、相手の人からは、事故してくれたことによって、命ながら。おじいちゃんも、事故せへんかったら、超癒着してたからね、もう、一月も経つのに死んでたわけよ。それが、事故したことによって、その衝撃で癒着した腸が破れて、お腹の中で、うんこまみれになったね。それで病院の先生が、これ事故したおかげで、あなたの命助かったんだよって言ってくれたらしい。それから、事故した相手の人に感謝されてさ、贈り物くれるようになったりとか、なったね。で、そこのおじいちゃん、やってんけど、一番、近所で一番先に死ぬ言われたおじいちゃんが一番長生きしたんよ。見舞いに来とった人が順番に亡くなっていって、おばあちゃんも先に亡くなっていって、おじいちゃん最後まで長生きしたよって、最後にお手紙くれたそこのね、家族の人。最初来た時はね、怖い顔した。うちの父親ひだんおめえだー言うて来られたんよ。もうごめんなさいしか言えへんかった状態。それが最後では感謝してくれて。あの事故があったことによっておじいちゃんは長生きして幸せな、ね、人生マットさせてもらいました、ありがとうございましたっていうお手紙もらった。うん、まあそうなってね、それもやっぱりね、やっぱり、事故したことによってくよくよしててもダメだからね、前向きに生きていかなあかんっていうのもある。だからそういうふうにね、楽しく修行を乗り越えていくことによって魂レベルはあっちゃんは上がっていくと思う。で、魂レベルを自分で上げようとして努力するのやったら、まず施すこと。あっちゃんが信じてるのは、神様にね、やっぱり、毎月手を合わせて感謝をするとか、毎月近く、まあ、いつもね、で、毎月神社に行ってお参りするとか、で、やっぱりその災害とかで困っている人に、できる限り、もうほんまにね、コンビニのお釣り出てた2円とかでもいいからね、2円、1円であろうが、10億であろうがね、1兆であろうがね、できることすればいいのよ。あっちゃんは今、コンビニのお釣り1円、2円ぐらいとか、10円ぐらいしか入れられへん。でも、ね、災害起こってる人をちょっとでもね、助かればいいわと思って、そういう気持ちとか、あとね、ちょっとね、重たいもん持ってるおばあちゃんの荷物を持ってあげる、電車で座ってて、自分足つらいけども、前で立ってるおばあちゃんいたったら、おばあちゃんどうぞって座らせてあげるとか、受験生でね、若い女の子をね、まだ多分、受験生というか、高校生なんか大学生か分からないけど、電車乗って、ね、ドアのガラスのとこに本を置いてこうやってマーカーしてた子がおった。だからその子に、変わろうかって言って座って勉強しって言って、で話してたら、今年受験なんですって言うから、今年、なんかそんな、予備校生かなんかそんな受験なんですって言うから、いや、ここより座って勉強しって、頑張りやって言って、そうやって声かけてあげるとかね。それをすることによって、ね、やっぱりその、魂のレベルは上がっていくってあっちゃんは信じてる。だからね、それを見せる人にするんじゃなくね、陰徳って言って、誰に見せたり、誰にするわけでもない。影でもこっそり、落ちてるゴミ捨てるとかね。だから人が見てるから、ね、いっぱい人がいてるから、いい人ぶって子供とかを言ったら、ああ、お嬢ちゃんどうしたの、迷子なのって声かけて、自分が、いい人ぶったところを人に見せるっていうとかね、ゴミ落ちてるから拾う、捨てる。人いてない、誰もいてない、路地裏でゴミを取っても誰も捨てない。そんなんじゃなく、誰もが見てないところでも陰徳を積むこと。だからあっちゃんそれも寮にも言ってんだけど、ゴミとか缶とかを取ったら自分で拾って帰ってて、自分、うちのゴミ箱した時やってて。寮はやっぱしよう。まあ、光もするんだけども、ただ光は恥ずかしいって。ゴミ拾って帰るの。逆にだから、それがいいのよ。人に見られることが恥ずかしい。人が見てへんとこで徳を積むっていうのね、そういうことがまあね、魂レベルを上げることじゃないの。まあ、見とってもいいよ。見とる前でもいいけど、見てへんとこでも、見とるところだけじゃなく、見てへんところでできるようになるのがベストやったと思います。はい。
それがまあ魂レベルだけど、うん、まあ、詳しく、これで分かりやすいかどうか分からへんけどね、うん、ちょっと分かりやすく説明してみてんけど、そんな感じじゃないのかなと思います。ただね、分かりやすく説明してって話したら、長すぎるって言われんねんけどもね、うん、まあ、どうでもいいや。はい。っていうところで、次、くるちゃん、ポップポップさんもちょっとね、わからんかったらまた質問してください。もう今回ね、1月の締め、1回1回締めるから、また2月ぐらいから第2回始めると思うんで、はい、よろしくお願いします。はい、次質問してください。くるちゃん、あっちゃん、チャオ、チャオ、いつも楽しく動画を拝見させてもらってます。ありがとうございます。質問です。以前、みきちゃんとの恋話の動画を見て、はい、もう長いな、ここまで行きましょう。じゃあ、見て仲のいい2人の話をたくさん聞かせてもらって思ったのですが、みきちゃんとは大きな喧嘩をしたことがありますか？ほぼないです。うん、ちょっとした喧嘩とかは、喧嘩って言えるほどのもんでもないけど、喧嘩はほとんどない。うん、で、あとみきちゃんがもし1日だけこの世に戻ってきたら何をしたいですか？そして恋バナをもっと聞かせてほしいです。何個も質問すみません。よろしく。はい。恋バナまた続けます。ちょっとまたね、なかなか撮る機会なんかあって、また撮ります。はい。みきちゃんがね、一日この世に戻ってきたら何をしたいか。今、この状態で、一日だけこの世に戻ってきてくれたら、りょうとひかる、に母親の愛情をあげてほしい。で、もしあっちゃんのためだけに戻ってきてくれて、亮とか光は別で、亮と光の火を与えてくれて、あっちゃんに一日くれるんやったら、一日だけやってるだけでいいわ。みきちゃんの体温を味わわせてくれるだけでいいわ。でもね、一番したいことはね、なんかやっぱり涙が出る。みきちゃんがやり残してこの世で何かしたいよっていうことを、借金してでも1日24時間でどれだけ潰してでもやってあげたい。だからね、これやりたかった、いっぱい言ってくれてね、これとこれとこれとやりたかったって言ったら、まとめて全部一日で全部やって、みきちゃんにいい思い出を持って、もう一回向こうの世界に行かせてあげたい。です。はい。でね、喧嘩の話やねんけどね、喧嘩ね、ほんまにないのよ。で、喧嘩になりかけのこととかたまにあったよ。いろんなことあったりね。あっちゃんが、やっぱり、お仕事で行ってもね、やっぱり、接待とかで、飲み屋さん行ったら名刺とかもらってて、捨てて帰れへんのに、ついついもうたやつピュッて入れてしもうて忘れとったりとか、うん、メアド書いてあんのがね、あったりとかで怒られて時もあるけども、ごめんなさい。まっちゃんからごめんなさい。それだけ。まっちゃんはいつも謝るからね。まっちゃんは自分が悪いと思ったことは絶対謝る。でも悪いと思ってへんかったら絶対謝らへんでね。だから、みきちゃんには、みきちゃんが怒ったら絶対謝る。なんでかって言ったら、大好きな人を怒らすことが、自分が一番悪いことやと思ってるからね。一番、世界で一番大切な人を怒らすっていうのは、あっちゃんのどこかに落ち度があるから、ね。まず謝ること。で、大きく喧嘩したことはないです。はい。ということでね、ここで、今回止めます。で、次ぐらいで終われるかな。まだもうちょっとあるな。まあ、行きましょう。はい。ということで、次回、18回に続きます。では、またね。バイバイ。